ベッドでゴロゴロしてたら寝て起きて、ベッドで作業してたら寝て起きてを繰り返していて、で今はもうなんかもう逆にベッドから出たら負けだなみたいな感じになってる。マジでベッドでやること全部やれるって気づいちゃったんだよね。 iPad ってすげえわ。ご飯とかどうして、いやご飯は食べてないよ。うん、いやマジでいいわ、マジでいい。うん、ご飯食べてよ。いや食べたよ、だから昨日食べたからいいって。もうん、昨日水ぐらい飲んで、いや本当に昨日、しかも気づいた、昨日の歌配信前はこんな感じだったんだけど、あの本当に我が家はあの喉飴が嫌いなんだよ。世界で一番嫌いなものは何ですかって聞かれたら喉飴って答えるくらい嫌いなんだけど、ちょっと喉飴舐めたら、お、え、これが我が輩の喉みたいなぐらい回復して、言い過ぎやろ、喉飴に自我なんてないからいいんだよ、案件ないの。だからえ、今褒めてるやん。だから喉飴は嫌いだったけど、喉飴を舐めたら本当に、え、喉に、我が輩の喉に湖がみたいなぐらい潤いやがって、これちょっとびっくりしたって。マジあれはドーピングに過ぎないことに気づいたの昨日。だからだって歯終わった、もう最強だと思って、最強だこれ、もう最強だと思って、1時間ぐらい経ったら、あの戻ってきたね、元のカサカサ砂漠が、砂が出てきたの喉から、息がみたいな。あれはマジドーピング剤に過ぎなかったね。うん。いや、ガーラだったわ。さすがに涙出るわ、普通に。うん。ラストバトルで使う。え、そうだ、だからもう二度と舐めねえと思った。けど、ちょっと行くしかねえなと思ってる。うん。最近、やばいね。砂漠、最近砂漠出す、砂漠出すね、と。スパイダーマン3出てました。だから全身が砂になるよ、そのうちだから。今、喉だけですけど。くっそ、そうなんて。うん。やっぱ水ね、クロコダイルだよね。だからそうだよね。強いよね、だから。パンチ効かねえから、クロコダイルだから。うん。最初の方はね。うん。天使の歌見たが超良かったので、それ系統の歌見たたくさん欲しい。結構好評ですね、やっぱ。我が輩の声豚たちがね、大化けしてるからね、あの歌ってみたで。うん。だん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 眠ってくな、あるはかなくなってゆく。うん。本当のこと言うの？現実を突きつけただけだ。じゃあ、我が輩に対して、おめつのでけえなって言ってんのと一緒だ。お前らに、お前ら恋豚だなって言う。うん。そりゃそうだ。そりゃそうですよ。うん。吸入器とかやってんの？吸入器やりまくってるよ、マジで。あれでしか息できない。ナウシカぐらいやってるもんね。うん。外出るときあれつけて歩いてるから。うん。全然。あれ取ったら怒られる。おい！つけろ！最近は豚を通り越してる。で、見て。え、声豚を通り越したら何になるんですかって。うん。何になるんですか？オークとか、声牛。
何なのマジで。声多くね。濃いイベリコ。それ豚の種類で決めるんだ。化け物。いいね。いいじゃん。もう化け物でいいって。オッケー、恋豚通り越したらもう化け物になる。おい、誰が化け物？我が輩もちょっと最近化け物とかしてる。うん。なんかもう、今までは、雨とかで寝てたんだけど、最近。なんか ASMR 聞いて、で、その通り越して、一旦なんか通り越して、雨とか聞いてたんだけど、雨寝れるなってことに気づいて。でも最近、なんか雨を超えて、逆になんかもうずっと人が喋ってる、なんか ASMR とかじゃなくて、なんかもう雑談配信とか、なんかそういうのでなんか、あ、ね、寝るべえになってきて、なんかちょっともうおかしくなってきちゃった。もう私、化け物、お経はさすがに超えてるな。うん。お経はちょっと、お経はね、呪詛見ちゃったから、うん。あ、いや、わかる。エーペックスの配信で寝れるって人、わかる。あ、でも、ちょっと、自分の場合はですね、エーペックスではなくて、バロラントの配信がくっそ寝れてですね、海外の、なんか、ツイッチ開くじゃん。で、一番なんか上におすすめに出てくる、海外のなんか、何言ってるかわかんない、バロラントの配信聞きながら、めっちゃ寝れるね。うん、めっちゃ寝る。だいたい何言ってるかかんない。まあ、シャンネル、シャンネル、シャンネル、パパパパパパパ、あ、睡眠みたいになるね。うん。なんならもう喋らなくていいとか。じゃあ別に海外の配信者である必要はない、ね。そうはならんやろ。だから、なっとるやろがいい。うん。なっとるやろがいい。ツイッチってさ、なんか視聴中コンテンツみたいなのが全部バッて出てくるんだけど、なんかめっちゃ海外のさ、配信者ばっかりになって、あ、我が輩って英語喋れるんだみたいな錯覚になる。異常者とか言うな。一定数いるんだから。うん。どうしようね。なんか戦場のど真ん中とかで寝ちゃうようになっちゃうかもしれないね。うん。やばいな。うん。戦場行くな。気づいたら行ってるかもしれないじゃん。うん。ローアナプラやばい。船乗るか、ローアナプラ行って。うん。銃声で寝れる女。一番いい女だからね。うん。一番いい女。簡単にそうやっているのを見て自分でもできるって勘違いするやつやん。出た。なんか昔妄想したランキング選手権1位、なんかみんないっぱいいるところで、なんかめちゃめちゃあれ超ピアノ上手くなって弾いてみんなにうわーって言われる妄想だち、人生で一回はやるからな。うん、みんながする妄想ね。うん。あれでしょ？あ、学校にテロリストが来たやつだからあれでしょ？みんなキャーとか言ってるのよね。はぁ、じゃあ、破壊開始とか言って。ボコボコにして。じゃあ、授業再開。バキバキ。いいね。うん。泣いてねえよ。うん。泣いてねえわ。普通に。言っちゃい、二度とやらないで。おい、笑顔を忘れろとかさ、もう、人間としての尊厳を失わされそうになってる今。だから。うん。
あまりふざけるのよ。引き笑いやめたんじゃないっけ？あ、それ忘れてた。次のバロの配信タイトル、破壊開始じゃん。え、ちょ、やっぱ、集合、集合、集合。だからさ、本当に、なんか、バロなんてやってたんですよ。したら、破壊開始、チャットしてる野良がいて、イグアラ、本物やんと思って、さすがに、わらわらわらって送ったんですよ。面白すぎると思って、そりゃさすがにパクらせていただこうかみたいな感じで、わらわらって送ったら、笑うなよ。負けてるんだぜって来たからね。ちゃいちゃっわ、これ、使いてえの。さすがにちょっと、勝手に使おうと思って。マジ逸材だったね。今までバロランとしてた時間の中で一番楽しかった。一緒にしてた女も、私こういうの大好きとか言いながら笑って手叩いて喜んでた。さすがに面白かったっす。最近バロできてる。やべ。最近はね、でもね、この前ハットさんとやった時あるじゃん。あの後やったね。あの後やった。早くかけたいです。リーバー買った。買ってないっすね。バンドリー練習してる。とりあえず全部フルコンできるようになったけど、グレーとかね、10ぐらい出ちゃうから、それはちょっとね、やらなくちゃ。エキスパートは、ちょっと、やっぱ難しくなっちゃうな。AP 出したいなと思ってやってるけど、一回やった時、そう、ハードでやんなきゃいけないみたいで、ハード逆にむずっと見ながらやってて、エキスパートやってたり、あれ？エキスパートじゃないな、とりあえずみたいな。ちょっとやんなきゃな感じ。いや、マジでさ、本当に、不思議の種の夢、紡がれた新ラーメンとか言ってて、あ、やべ、課題曲やんなきゃって。課題曲やらずに、ちょっと他の配信見ちゃって、あ、いや、課題曲やんなきゃ、あ、他のロズリアです、あ、R とか言って、焼き鳥とか、あ、やべ、俺課題曲やんなきゃ、もう繰り返しやってる、ずっと。この繰り返しで、生命、もう血の循環ぐらいぐるぐるやってるっすね、マジで。6兆年と言っちゃう物語、AP まで配信しろ。バカが。あ、ちょ、バカ。ちょ、ごめん、ちょ、強い言葉を使ってしまった、リスナーに対して。まずい。どんなに強い言葉を使われたとしても、配信者は強い言葉を使ってはいけないというジレンマ。バカが。ねえ、バカがちょっと足りないかもしれないです。弱く見えるぞ。うるさい。強いぞ、我が輩は。あまり弱い言葉を使うな。強く見えるぞ。アホくれ。アホバカ。バカアホ。アホバカ。アホバカ。どこかで、ちょっと待って、LINE 越えしたいな。一旦ちょっと。LINE どこなの？どこが LINE なのかちょっと。教えてよ。アホバカ。アホバカは生きるってことでしょ。アホバカは生きるね。何言ってもいいよ。やばいって。世の中の、許容範囲っていうのが人それぞれあって。それをちょっとさ、ね、めっちゃ狭い人いるんだよね。めっちゃ狭い人いるし、めっちゃバカみたいな広い人もいるじゃん。我が家バカみたいな広いんだけど、まあね、みんな分かってると思うけど、まあ、わかります。あれでしょ。バカみたいに広いわけよ。ハテナじゃないんだよね。ハテナじゃない。髪の毛の話はダメだね。髪の毛の話ってなんでダメなの？なるほどね。
やっぱ髪の毛なんだな。リスナーの9割ハゲですよ。お前が LINE 超えやろ、これ。こいつが LINE 超えたやろ。ここが悪くないよね。ここが悪くない。こいつが超えたよね、今。もう責任も自害しろ、ランサー。お前自害しろ。これ、自害しろ、ランサー。全部ランサーが死んでくれるから、代わりに。9割は言い過ぎだけど、多分4割ぐらいハゲてる、きっと。でも、ちょっといいですか、ここで。いいですか。多分、我は、世の中の9割の人がハゲてたら、多分、髪の毛切るかもしれない。なんか、別にいらなくない髪の毛。配るの。どういった思考回路をしていらっしゃったら、その結論にたどり着くのかは、はてわかりませんが、配るわけではないんですけどね。いや、いらんもんだって、髪の毛とか。世の中の人が9割裸だったら、若いも多分9割裸の方で過ごすぐらい、だからね。マジ、いらん。ちょっとキモいかもしれない、みんな。ちょっとキモいかもしれない。髪、食べる。でもさ、確かに、推しの髪の毛、溶かして食べたらね、この話はやめよう。ちょっと気持ち悪い。少し気持ち悪い。でもあれ、もしかしたらね、力に目覚めるかもしれないね。髪の毛食べたら。うおー、ワンフォアオール、オールフォアワン。食べちゃうかもしれない。海のゴミ全部片付けるわ、我が。じゃあ、みんな。髪の毛を食べて一つになろうね。なんでさ、髪の毛を食べて一つになれるのかわかんない。髪の毛食べて一つになるのちょっと気持ち悪いね。それで一つになれるのは多分、我が家多分、今まで多分人の髪の毛6本くらい食ってると思う。多分気づかないうちに人の髪の毛食ってることあると思わないですか。なんか、ちょっとご飯屋さんとか行ってたら食べてるかもしんないじゃん、普通に。もしかして食べてるかもしれないよ。君たちも、よくよく考えたら、6人ぐらいと合体したキメラかもしれないよ。最近マジキメラにハマってるって話する？本当にキメラっていう曲があるんだけど、あれにハマりすぎて、やばい。私を発明したいの、先生の手をなキメラ、みたいな曲。わかる？ドジドジヨンヨンヨンジヨン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 ヨあんまりボーカルの曲で、めっちゃ聴くわーみたいななかったんだけど、最近マジキメラにハマりすぎて。キメラアント編じゃねえわ。キメラね。少なくとも家族全員とはキメラになって、そうだよね。絶対、だってお前らは家族の髪の毛をすべて、もう網羅したキメラだからね。来まくってマジで。クラガタとのキメラじゃねえわ。黙れマジ。やばいね、マジ。はまっちゃってるね。そうとか一回も聞いたことなくて、この前のマリン船長と、高根類ので初めて聞いた。昔のボーカロイド、あんま聞いたことない。聞いたことない。で、だん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 みたいな。知らん曲に出会える配信の魅力よな。そうっすね。最近はね、本当に最近はね、マジで知らない無知との遭遇が多すぎて、脳みそのリソースが、やばいっす。マジで。で、なんか、我が輩は、
マヨナチュだから、あんまり、なんか、まだ、大衆的に人気じゃないっていうか、100万回再生とか、それじゃなくて、本当にめっちゃいいと思ったものだけ、聞くみたいな感じ。ギャグバリ厄介オタク、マジそう。マジそう。なんか、あ、めっちゃいいと思ったものを、めっちゃ聞くね。うん。お、いい、みたいな。好き、みたいな。え、でも、めっちゃ好きな、めっちゃ好きな曲と、うわ、好き、この曲めっちゃいい。いろんな人に聴いてもらいたい、みたいな。曲の、交互に、なんで。うん。いや、ミーハー、なんだね、なんか、最近もマジで、やばいわ。ボカロはあんまり聞かないんだけど。うん。ここ探してるときに、お、いいじゃん、みたいな。で、聞くね。新時代はマジでもう絶対歌えないわ。え、あれがいい。あれがいい。うん。大丈夫だね。大丈夫だね。大丈夫だね。イギロリー、イギリギビー、イズラギャー、みたいな、セヨネイツ、みたいな。うん。めっちゃ聞いてんだけどね。なんか聞くんだけど、曲聞くんだけど、覚えようとして聞いてない。ヘガレヤオ、イマーゼゼゼ、ワヤダヤ、ナイヤ、ナイヤ、ナイヤ、ダレダレ、ナイヤ、ナイヤ、みたいな。あ、ちょっと、あの、新しく出たやつ知ってる？あの、セイヨロー、タラタラタラー、みたいな。うん、タレがなんかし、覚えようとして聞いてないみたいな感じ。うん。トットムジカっていうの、あれ。トットムジカ。タルヨー、タルタルヨーみたいな感じのやつ。トッポギじゃねえわ。食べらんねえわ。もう本当になんか、物覚え、なんか、瞬間記憶能力みたいな、なんか、あるんだけど、でもあの、歌って、マジで覚えらんないんだよね。一回、文字とか、フレーズとかはわかるんだけど、歌って覚えること多くね？で、歌詞でしょ？リズム、音程、全部もう無理、あ、無理、あ、いっぱいいっぱいみたいな感じで。もう全然無理だわと思って、一日中同じ曲を聴きながら、なんか、ワンフレーズを繰り返し聞いて覚えるみたいな。いや、もうマジで、ああ、無理。歌覚えられないなんて。もう、ダメだってなって。いや、なんか、ちゃうんだよな。ちゃうんだよな。もう無理や。マジ無理や。なんかダンスとかは違うね。歌と違うね。そうじゃん。歌はえぐい。マジで。歌はマジでえぐい。本当に。一生覚えられないと思いますよ。歌をすぐ覚えるみたいな。え、やばいやついるね。一回聞いただけで全部覚えますみたいなやつ聞くと、え、もうお前の脳みそ送ってやろうかになる。マジで本当に。うん、いるんですよ。いるんです。世の中には。一回で覚えるやつが。もうキメラになります、じゃあ。うん。マジ無理ですって。うん。って話になるよねって。ちょっと話ねって。ってことね。全然起き上がる気にはなれないです。皆さん。お前に起き上がれって言ってください。リピートアフターミー、起き上がれ。まだ寝てんのか。当たり前だろ。寝ろじゃねえよ。さあ立ち上がれ。あ、やばい、また髪の毛の話しちゃった。 LINE 越えって言われたばっかりなのに。起きに上がれ。魚じゃねえわ。寝てろ。会長じゃねえわ。おはようございます。スタンダップスタンダップ、立ち上がりよ。うわ、
はあ、ちょっとわかりますか。これから活動開始かな。まあね。そこだよね。どうしようかな。じゃあ、破壊開始やるか。バロラントで。破壊開始。